んにちは。水谷瑞希のご先祖様を探せのコーナー、紙芝居のご紹介です。本日の紙芝居はじゃん、くるみ割り人形。可愛らしい女の子がくるみ割り人形を持っております。クレールの夢、くるみ割り人形。私本物のくるみ割り人形実は見たことないんです。腹を割るやつでしょ。どういう風にくるみを割るのか、まあそれこそくるみを割ったことがない。このプチンとこがパカッて開いて、ここにくるみを入れてバキッて。そうでしょう。なるほどね。くるみって硬いもん、手じゃ割れないじゃん。割れません。くるみといえば、私が小学校にね、バイオリンを始めた頃、握力が弱すぎて、バイオリンの先生にこの子はバイオリンちょっと無理かもって言われた時から、うちの母にくるみをいつも持たされて、ずっと左手でこうにぎにぎして生活してました。なんか野球漫画みたいな。まあ、うちの母はスポコンなんで。今、ニギニギニギもあるもんね。ありますね。1個ずつやるやつ。あ、そういうのもあるんだ。そう。いいな、それ欲しいわ。はい。まあ、そんなくるみ割り人形、どんなお話なんでしょうか。はい。はい、では、始まり始まり。クレールの夢、くるみ割り人形、ホフマン原作。人形は人形の形をしたくるみを割るお道具であります。おいしいお菓子やお人形を山ほど積んだプレゼント、あの幸せな金持ちのお嬢様方に引き換えて、貧しいお家のクレールは真っ黒黒のクロンボー、くるみ割り人形のプレゼント。ふふふふ、こんなお人形のどこが全体いいのだろう、全体いいのだろう。ちょっとこうなって、そうなっちゃう。あとね、やっぱりね、はい、クロンボーっていうのも今、はい、補金ですからね。あ、なるほどね。まあ、人形が昭和で、ね、売られて、なんか人気を博しましたけど、ダメなんですよね。まあ、ちびくろさんぼうがね、なくなったのと一緒ですね。なるほどね。まあ、この当時はね、こういうこと全然気にせずやってたんでね。うん。まあ、ここはインターネットですから、当時の原作のオリジナリティ生かしますんでね。生かしていきましょう。はい、はい、ひいおじいちゃんのオリジナリティでございます。だけど一人でしょんぼりと立っているのがかわいそうよ。ドアが開いて靴の音、鉛の兵隊かけてきた。くるみ割りさん大変だ。ハッカネズミの大群がチューチューラッパを吹き立てて、お菓子の奥に攻めてきた。さあ、おもちゃの総動員じゃ。守れや守れや、みな来て守れ、大筒小筒、汽車電車、陸の軍艦、木のお馬、繰り出せ繰り出せ。ある意味、なるほど、怖いですよ。おもちゃ動き出しちゃったのさ。トイストーリーですね、うん、すごいですね。攻めよや攻めよ、お菓子の国を、カステラまんじゅう、ビスケット、片っ端から腹いっぱい、かじりやかじれ、かじってんの。おお、そっか、ネズミ対お菓子、うん、すごいな。絶対ネズミ強そうだよ。ネズミ強いし、美味しそうだしみたいなね、うん、両軍次第に近づいて、打ち出しつつ音、ものすごくタフルル戦友乗り越えて、タフルルじゃないな、タオルルかな、うん、タオルル戦友乗り越えてですよね、うん、追いつつ追われつ、白兵戦白兵戦、白兵戦ってどういうことですか、うん、まあこういう入り乱れて兵隊同士の戦いですね、うんうん、戦い、あ、そういうこと、白兵戦っていうね、入り乱れたね、白い兵隊さんの戦いと書いて白兵戦、そうですね、ね、まあ、今の言葉でもありますか、白衛戦、はい、初めて知りました。行くよ。すいません、笑ってしまいました。笑ってるけど、なんで。お目目覚ましたクレールがそっと覗けば、こりゃ大変、陶器片手に飛び出して、チューチュー軍を吐き立てた。もうネズミ軍を吐き立てたんですね。水木さんできる、こういうこと。ネズミがこんなにいっぱいいて、いやー、ほうきを片手にネズミを追い払うんですよ。うん、キャーッつって逃げ出しそうじゃん。まあね、
でもこんな変態さんがいて戦ってたら私もこらこらこらっつってできるかもしれない。かわいいから。本物のネズミがこんなにいたらちょっとギャーかもしれませんね。だからこれ本物じゃないですか、このネズミは。このネズミでも兵隊さんの格好してるもん。そんなコスプレしてるネズミはいないでしょ。コスプレ今の時はね、コスプレですね、うん、はい、では続きに行きましょう。こちら B 面になります。すっとんばったチューチューチュー、ネズミの王様真っ先に尻尾にこかけ逃げ出した。続く兵士もチューチューチューチュル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 逃げちゃった。すごい、本当にそんなこと書いたんですか。いや、ほんとほんとほんとちゃんとこう、なんですか、リズムに乗ってなんとかだみたいな、なんかそういう風に文字数がちゃんとなってるんですよね。旗が可愛いし、うん、ほんとだ、チュル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 文がいいですね。おもちゃの兵隊居並んで再敬礼をしています。あれあれ不思議や真っ黒のくるみ人形が見てる間に金ピカピカの王子様。クレールさん、ありがとう。僕はこれから夢の国コンペイトーの宮殿へあなたをお連れいたします。すげえな、なんか浦島太郎と全部なんか合わさったような話じゃないかそうですね、くるみ人形がこんなイケメンな王子様になってなっちゃった。なんか助けてくれたお礼にですよ、お菓子の国に連れ出てくれるわけですよ。すごい素敵。これで帰りに玉手箱もらったらやばいです。浦島太郎ですね私はなんか猫の恩返しっていう宮崎駿のね、映画を思い出しましたね、うん、やっぱ世代が違いますね、やっぱ浦島太郎を思ってしまうお兄さんがやっぱやばいですねまあまあまあ、はい、皆さんはどうでしょうか。では続き参ります、はい、じゃん。綺麗なお馬がシャンシャンシャン、二人の前にやってきてフレール様のお迎え人、守るおもちゃの義中兵。義中兵、義上兵、義上兵、ちょっと皆さん読めない、義上兵かな。すごい立派な馬です。義上兵だ、義上兵、そうそうそう、それですね、義上兵、義上兵、義上兵。うわぁ、メルヘンだわ、メルヘンですね。ジャムのお山にこの白くコンペイトーの宮殿がだんだんはっきり見えてきて、次第に聞こえる歌の声。飛んでますね、うん、ピーターパンのようです。すごいですよね、メルヘンだわ。夢のお国のお客様、クレール様は偉い方、ハッカネズミの大群を一つ残らず吐き散らし我らをお助けくださった。クレール様は女将軍、女の将軍とか言って女将軍です。かっこいいですね、北条政子みたいな。おお、鎌倉時代ですね。窓に瞬く一つ星、にっこり笑うクレールの嬉しい笑顔は幻の夢のお国の物語。なるほど、夢でしたというところですね。そうなんですね、しょっちゅうのくるみ割り人形は岸鍋福尾先生が世界を世界安行のなんとかからお持ち帰り、まあ、世界旅行からのお持ち帰りなどお土産でいただいたものでございますという内容が書かれてますね。先生のご厚意に厚く御礼申し上げます。あとはケーウというケーウさんからのメッセージが書いております。だ、実際のものをモデルにしたんですね、くるみ割り人形。うん、すごい、初めて見ました、くるみ割り人形。本当こういう話だったんですね。でしたね。おしまい。もはやね、この紙版が手に入るとは思わなかったし。そうですね、だって去年の夏ぐらいに国会図書館でコピー取ったんですよ、うん、そう、取ってくださいましたね。しかももはや箱まであるという、国会図書館のより綺麗ですもんね、立派ですよね、うん、本当にありがとうございます、こうやって読めるのも本当夢のようで。あとはぜひその音源をですね、早く再生したいなと。そうですね、音楽入ってますね。音楽聴きたい、ちょっと音源化して皆さんに聴いていただけるようにしたいと思います。レコードもね、綺麗にクリーニングして、
ですね。傷ついて張り飛びするやつとかもあるかもしれないですけど、そういうのもね、修繕できるんで。そうなんですね、今いくらか直せるんですよね。直しましょう。こういう感じかな。はい、そんな感じですね。ありがとうございます。昔のこの形を見れるなんて紐までついてる。本当ですよ。幸せ、戦前のものですよ。そうですよね。それが一番びっくりじゃないですか。本当にこれなんて書いてるの。レコードによる理想的絵話。あ、絵の話か、おとぎ話の話だ。これは左から読むんですね。このこうじゃないですね。だって上も絵話と大きい左から。あ、そうですね。レコード絵話、これだからレコードも一緒になって、当時としたらだから画期的なもんだでしょうね。画期的ですよ。レコードと一体化させるっていう走りじゃないですか。そうですね。レコードと紙芝居を合体させる。お兄さんが子供の頃はそのシートっていうペラペラのレコードに紙芝居がついてました。あ、紙芝居ついてたんですね。その頃は子供の頃はウルトラマンとか、ウルトラマンの話にレコードがついてたり、テレビで見たようなもの、鉄人28号みたいなやつ、昔のやつですね。教育的なお話の紙芝居っていうのは初めてでしたね。なるほど。だからやっぱりこういう時代からそういうものってあったんだ。あったんですね。これは楽しかったと思います、素敵。これをこう監修してたわけですよ、ひいおじいちゃんがね。はい、水谷しげお先生が。だから多分これ創業メンバーみたいなもんだと思いますよ。畑野先生と2人。そうですね。だから別の資料を見ると、そういうものが発見されてます、写真で撮ったんですけど、紙芝居のどういうものなのかなと思って調べたら、そうなんで出てきましたよね。そうなんですか。畑野慶雨先生、水谷四季夫先生、監修って書いてあったの。書いてあった。わ、ありがたいことで、面白くってためになる絵話トーキ、日本一面白い絵話トーキ、こう言っちゃうところがいいですよね。昔はでも書けたんだよね、そういうこと。今ダメなんだよね、日本一とか世界一とか。え、そうなんですか。書けないんですか今。多分ね、そういう古代広告とか証拠ないだろみたいなこと言われんじゃないかな、今だったら。日本一とか世界一とかって多分簡単に使っちゃいけないんですよね。確かに古代広告とか言われそう。今結構大変なんですよね。だからそういうちょっとしたことを、言葉の使い方もね、いろいろ注意される。嫌な時代というか、まあ厳しいというのかね。だからこのクロンボーとか差別用語じゃないですか。あ、そうですね。ちびくろサンボさんいなくなっちゃったし。そうですね。今ちびくろサンボ買えないですもんね。見ないですね。確かにね、そういうキャラクターをね。大変な時代になったよね。まあでも、そうやって昔のものをまたこうやって掘り起こして楽しめるというのも幸せですね。でもよく残ってたと思いますよね。いや、綺麗に。だってもう80年以上経ってるんですよ。80年って。だって昭和11年ですよ。うちの子が84歳で12年生まれですよ。そっか。85年前ってことです。これを見ていたの方はきっと90、100歳近い。だからどんなに若くてもうちのおふくろぐらいってことですよ。うちのおふくろがなんか1歳の頃はこれ見てもわかんないじゃん。そうですね。だからまあこれが発売された3年後ぐらいにうちのおふくろとかが見ててもおかしくない。そうですね。おじいちゃんもおばあちゃんもたちが小さかった頃に制作指導。あ、そうなんだ。本当だ。なんかそれはまた新しいですね、その絵もね。だからこの絵が狛犬だっていうことがはっきりしたんですよ。これって狛犬なんですか、猫じゃないの。猫か、これどっちだろう。私猫に見えたんですけど、どっちだろう。猫か、犬。いや、猫、ね、猫か。その絵から見ると猫で、猫っぽくないですか。だからいろんなほら説があったじゃないですか。これ一体何だろう。ありました。ただここですよね、ここね。この絵とこの絵がちょっと違うよね。
っと違いますね、うん、でも同じ兄弟のような、ね、うんうんうん、だからそれが一番詳しい絵なんだろうね。これやっぱちょっと脈っぽい気がする。どん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 デフォルメされてそうなったんだね。デフォルメされてこうなったんだね。埴輪みたいな、埴輪になっちゃった。埴輪になった、うん、面白いね。猫か、猫じゃ、これ犬って、日本の猫っぽいよね、うん、そう、赤いこう立派なリボンがかかってるみたいな、いいじゃないですか。ということで何書いたんだろう、ここ、あ、ここ、うん、これはですね、そのエバナシトーキーの種類、ああ、ラインナップを書いています。なるほど、スズメの宿、ノブショウグとか、ソリスーコーシー、なんとかクルメや人形。でもさ、こういうの本当に撮ってあるんだから、撮っといた人すごいよね。ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、大事大事にしたいと思います。はい、ということで、手持ちの紙芝居はこれでだから全部一通りご紹介できたかなと思います。あれ、スズメの絵の紙芝居あるよ。ありますよ。ありますよ。まだ読んでないだけです。え、読んでないの、うん、あ、そうか。え、読んでないです。おばちゃんと言っちゃってる。そうか、わかりました。じゃあそれをちょっとお借りして、レコードは手に入ってます。そうですかね、そうだそうだ、なんかいろいろなんかね、頭ごっちゃになって、そうそうそう、整理してないんですけども、まあでもまた少しずつご紹介したいと思います、はい、ということで本日はご先祖様を探せ紙芝居編、くるみ割り人形をお届けいたしました。またね。喋れる歌えるバイオリニスト水谷瑞希です。毎月第2第4水曜日の夜10時から生放送をやってます。お休み前のひととき、音楽と癒しの30分間、ぜひご覧ください。水谷瑞希でした。弦楽堂、弦楽器と素敵な出会いを。厳選された弦楽器があなたをお出迎え。弦楽器との末永いお付き合いのため、お客様が心から末永くご愛用いただけるようお手伝いをさせていただきます。お客様と楽器との素晴らしい出会いをお約束いたします。大阪弦楽堂。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。水谷瑞希でした。